おはようございました。私もね、あのー、スマホはね、あのー、ずっと、その時、その時に発売された画面の、まあ、一番大きいスマホっていうのをね、選んできました。それはり、やっぱり、えー、老眼っていうところで、ちっちゃい画面だとね、えー、見えづらいんですよね。なので、あのー、まあ、大きい文字、大きい画面。 がいいなぁと思ってますけど。で、スワイプしたりね、するんですけど、やっぱりスワイプではね、読みづらい。で、今日はね、あの、ちょっと面白い方法をね、老眼の方、サファリを立ち上げてね、えー、Google 先生の検索画面にします。でね、えー、また大好きな、はい、検索すると、織田信長のページが出てきます。 ね、織田信長のページが出てきます。でね、結構ね、老眼鏡をかけてたら読めんことはないんですけどね。文字が小さいでしょう。これ結構ね、読んでいくとね、目が疲れてくるんですよね。でね、こう言ってね、ね、スワイプして大きくすることは、 あの、皆さんやってると思うんですけど、それだとこう、こう横にずらしたりね、ちょっと読みづらく、まあ、逆に読みづらくなったりしますよね。なので、えっと、設定でね、フォントを大きくするいうこともできるんですけれども、それよりもこうちょうどいいサイズにしてくれる技があります。 方法があるんですよね。どっかでポンと押すと、ここに URL が出ますよね。そこに、あ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 ,あって出てくる出ないですか。ここの、ああをタップします。すると、ここにリーダー表示を表示っていうのがありますので、リーダー表示を 出します。するとまたここにあ、あっていうのがあるんで、このあ、あを押すとね、ちっちゃいやと大きいやが出てきます。でね、この大きい方のあをね、押すとね、字がわかりますどん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 大きくなってきてね、これちょうどいいサイズで拡大してくれてるんですよ。 あ。あ。大きい、あ。まあ、こここまでやったらちょっとやりすぎで、逆に表が読めづらいですけどね。あ。あの、小さい方ね。うん、このぐらいかな。私の場合は。 どうですかこれ。非常に読みやすくないですかあの、もう、名のいい方はね、えー、そんなに思わないかもしれないんですけど、これ、老眼の私にとってはね、えー、老眼鏡なしでもね、読めます。そして、端末に合わせた、あのー、表示になってますので、ね、非常に読みやすいですね。 で、またこの、あ、あーのところに戻、戻、戻って、えー、戻るとね、あ、あーのところに戻ると、まあ、フォントもね、選べるようになってますね。で、自分のね、あの、見やすいなーっていう、 ところに合わせてね、多分これ、ひらぎの丸5っていうのがね、ちょっと、あの、太文字っぽいので、ちょっとこれを選びますね。 でこの背景をね、変えることもできますね。背景を黒くしたら文字が白くなって、まあ、こちらの方が読みやすいよっていう方もね、中にはいらっしゃるかと思うので、まあ、なんかあったらここの、あ、あを押して、<laughs> あ、あを押してね、えー、フォントであるとか、えー、背景の入れとか変え、変えれますので。 で、全部が全部、あ、あ、が出るかって言ったら、あの、出ないところもありますのでね、えー、リーダー表示が出、できる、リーダー表示っていうのが出る、サイトであればね、この機能が iPhone に、iPhone のサファリの機能かな。iPhone のサファリの、機能としてありますのでね、これ非常に便利なので、えー 少しね、目の悪い、えー、方、えー、私のような老眼の方、非常に便利なので、お試しいただいたらいかがでしょうか。はい。本日の動画は、スマホの文字を最適化してくれるサファリの機能をご紹介しました。はい。ということで、本日の動画は以上となります。はい。では皆さん。 元気で健康で明るく過ごしましょうね。バイバーイ